なぜお前が。あれ、ショウ、怪盗祭を見に来たのか。我は怪盗祭になぞ興味はない。妖魔によるものかと思って来てみただけだ。千と魔の世界で何かが解き放たれそうになっているものがあったら、それは我の責任だ。しかし今回の脅威は人類の世界、お前たちの世界からやってきている。だからこれはお前の責任だ。人類の旅人よ。いざという時のために、そういう自覚をお前にも持っておいてほしい。この妖魔を退治するための宗栄を凡人の血で染めさせるわけにはいかない。これはあの者が残した暗号だ。わからないな。ならばお前たちがどこまでできるのか我に示せ。我がやるとなると赤い怪盗祭にならないとも限らない。想像しただけで怖い。とりあえず落ち着いてくれよ。まずはオイラたちでこの暗号を解いてみせるから。容疑者が残した暗号、なぜかガイアなら知ってるかもっていう気がしてきた。